じゃあ、こんにちは。はい。さあ、いよいよ筒香選手がベールを脱ぎます。一軍で。そうだな。はい。いや、ファームの結果とかもさ、ちょっと追っかけたりだとか、はい、ファームの試合、日本ハムとやってる時なんか、うん、鎌ヶ谷でね、はい、まあ、そういうのを見たりとかしてたけども、うん、なんかここのとこ、あれ出ないじゃない、途中交代してるとか、はい、まあ、いろいろあったけども、一軍に行くんだね。そうなんです。三浦監督が5日の、広島戦の後に、明日から呼びます。つまり今日ですね。昨日の練習中にファームに確認して、問題ないと。経験豊富な選手、学べるものもいっぱいある。チームのプラスになるものは大きいということで、今日から一軍に合流なんですが、うん、ゆたさん、これはベンチでのスタートになるのか。いや、俺はもう、呼んだからには使うと思うよ。あ、そういう、もちろんそういう扱いですよね。うん、じゃないと意味がないよ。呼んだ、そうですよね。まあ、代打で置いとくっていうのも相手にとっては分からないから怖いけどね、はい、怖いけどそんな選手じゃないじゃない、うん、お金の取れる選手だからさ、もちろん、まあ、そのために取ってるしね、はい、だから使うと思うよ、うんうん、ただファームの成績っていうのは散々たるもんだよな、はい、あんま良くないんだよ、うん、はい、ただ俺が思うには荒治療でもいいかなと思うんだよね。で、万全っつったとも何が万全なのかわからないし、じゃあ打ちまくれば万全かというとさ、はい、まあそうでもないかもわからない、うん、まあでも、もういきなりもう使っちゃって、まあ現状知ることも大事だし、でもその緊張感から調子が上がってくるっていう、うん、まあこともあるじゃない。そうですよね。だから荒治療でいいかなっていうふうには思うけどね、うん、で今日からは DeNA はヤクルトで、うん、相手投手が石川投手というところもあるんですけど、はい、このあたりの組み合わせっていうのはどうですか、筒香選手。まあ、筒香は左も右もあんまり関係なくてね、うん、で、まあ、石川っていう、まあ、変化球ピッチャーだよね。変化球打つのうまいから筒香はもともとやっぱ速いボールに対してその苦戦するだけでね、うん、で変化球に対応する力っていうのはもう十分あるし、はい、だから、まあ、ここら辺からスタートするっていうのは何ら悪くはないよね、うん、まあ高橋宏斗からスタートするって言ったらちょっと待てよみたいな、ちょっとってなりますね。あんまメジャーでもメジャー級だぞみたいな確かに俺メジャーから帰ってきてるしみたいなってなるよ。そう、昨日のね、高橋宏斗の半端だよな。いや、だからまあ、石川っていうのはやっぱこう変化球をね、うん、駆使しながらまっすぐいかに早く見せていくかっていうことなんだけども、はい、嫌な感じはしないと思うよ、筒香は、うんうん、まあ、左ということはあってもね、はい、うん、だからまあいいんじゃない、荒治療で、うん、あとは守る守備位置とあと打順ということになってきますけれども、うん、そうだな、6番あたりに置くかなっていうの感じはするけどね、うん、でポジションはレフト、レフト、うん、はい、まあ、昨日ぐらいから渡辺を使い出したんだけども、そう6番で使ってますよね昨日。筒香を入れるとなると、まあ、そこら辺の金をどうするのかっていうことだよね。もう3-4-5は絶対に動かない。3-4-5、まあ、そこに、ね、本当は入ってきてくれなきゃ困るんだけどもさ、うん、はい、まあでも渡辺、まあ、久しぶりに使った渡辺を6番で使った、うん、ぐらいで、まあ、今日左ということもあったら、まあ、外しということもあるし、はい、まあ、そこにスッと渡辺を外して、うん、筒香を入れてくるかなって、使うとしたらね、まあ、それが自然かなっていうような感じがするんだよね、うん、まあ、こんなことは多分しないと思うけど、2打席ぐらい立たして結果が出なかったら引っ込めて渡辺を使うっていうふうに、まあ、多分しないとは思うけどもね、うん、そうですよね、うん、でもそういう状況、最悪の状況を考えると、まあ、6番かなっていうような感じですよ、ね、うん、ってなると、まあ、佐野選手はファーストでっていうことになりますよね。でレフトでセンター桑原選手で、ライトに、まあ、関根か、うん、まあ、渡辺をそのまま使うか、うん、で渡辺使うんだったら上に持っていっちゃうたりとかするけどね。あ、打順をってことですか。だからまあそこら辺はどう考えてるのか、三浦監督がどうね、筒香の練習を見てどう判断するのかとか、うんうん、もう決まってんのかとか、はい、まあ、あるけどもね、うん、でもまあ6番が自然かなと思うよね。そうですよね、うん、ということはスタメンで使う、まあ、ベンチで代打っていうことはおそらくないだろうなっていうことですね。まあそれか、うん、大事なところで使うかね、代打として、やっぱり一番盛り上がるというか。そうでしょうね。でもそこをいきなり代打で使うかっていうようなこともあるし、うん、まあ先発だな、先発スタメンで、うん、やっぱベンチに置いとくような選手ではないよ。そうですよね、うん、上げたとしたらね、まあ見切り発車のような気がするけど、うん、本来は、うん、でもやっぱりこうあれだけお客さんが入る横浜スタジアムで
スタートするっていうのはそれなりの緊張感も伴うし、はい、でやっぱ緊張感が調子を上げていくっていうこともあるしね、うん、でファームだとやっぱき、まあ、筒子が来た人は入るけども全然違うからさ空気感がね、はい、だからやっぱこう緊張感を与えながら、まあ、そういう風なところで、まあ、お披露目をし活躍させる、ね、プレーさせるっていうのはファームの状況を見ると、うん、筒子のまだその段にはなってないのかなとは思うけども、はい、まあでもこれは一か八かかけてみる、うん、これもありかなっていう風には思うよ、ね、そのコーチ陣だったり首脳陣がやっぱり早く上げたいっていう風に思うところっていうのは工業だからな。まあ、そうなんです、ビジネスですもんね。そうそうそう、うん、そりゃそうさ、そりゃそうさ、それと、うん、やっぱあんまりのんびりされててもさ、はい、そりゃ困るよね、うん、で、やっぱ今度周りが騒ぎ出すよ、うん、俺取ったけどどうすんだみたいな。確かにそうです、ね、そうでしょ、うん、やっぱ周りの説得も含めて、はい、まあこの時期に上げとかないと、うん、ちょっとなんで取ったのみたいなことになりかねないしな、うん、はい、そっか。だから当初はもっと早くてゴールデンウィーク中なのかなっていうところからのちょっとずれ込んでゴールデンウィーク最終日、まあ理想はさファームで 2,3 試合出てポンと上がってくるっていうのが理想だったけどさ、はい、ちょっと時間がかかってるっていうのは、うん、まあ体コンディション、うん、その出来具合がまあちょっとあまりよく芳しくなかったんだろうな。あのね、ちょっとやっぱり実戦から遠ざかっていたっていうところも大きかったのかなっていうのはありますよ ね、うん、そうだね。でも今日まさにチケットを持っていてスタジアム行かれるファンの方たちは本当に嬉しいでしょうね。見れたら活躍する姿を見れたらだよ。そう、まあ、そうですよね、うん、いやそれはもう見せ物じゃないからさ、うん、やっぱ活躍してなんぼだから選手っていうのはね、はい、ただ、まあ、緊張感は相当違うから、まあ、俺はいい結果を出ることを望んでるけどね。今の横浜の、まあ、野手だったり打線の中で筒香選手に豊さんが求めるものっていうのは何ですか。ホームランだな、単に率残されてもさ確かにいや困るみたいなやっぱホームランでも今からでもやっぱ30本ぐらい、まあ、20本台には乗せてほしいよね、うん、なぜかというと DeNA の戦い方見てるとさ確かに足を使ったりとかエンドランを使ったりするケースっていうのは今年ものすごく増えてるし、はい、盗塁企画数も増えて盗塁数も増えてんだよね、はい、うん、ただやっぱこう勝ってる試合っていうのはさ楽に勝ってる試合やっぱホームランなんだよ。ホームランが出るときっていうのは比較的楽に勝ってるんだよね、はい、だからやっぱチームを楽にしてあげたいという、うん、それはなぜかというとやっぱ投手陣がやっぱ若干手薄だよ、まあ、それを考えるとやっぱホームラン欲しいなっていうふうに思うよね、うん、だから筒香にはそういう責任を持って、まあ、打席には立ってほしいなとは思うけどね、うん、その豊さんがコーチをしていたときもちろん筒香選手いたと思うんですけれどもその時の筒香選手っていうのはどういうスタイルの選手。やっぱホームランだよな、うん、ホームランに憧れホームランを求めてたバッターだし、うん、まあ、俺らの時は発展途上だったからさ、はい、まだやらしてもガンガンやらしてもついてくるっていうようなそういうスタイルの選手だったけどもやっぱメジャー行ってもうちょっとこう下降線に入ってるっていうぐらいの、はい、まあ、年にもなっちゃったし、うん、だからここら辺をいかにこう維持していけるか、まあ、そこだろうね、うんうん、あとは久々にやっぱりそのセリーグ、まあ、パリーグもこれから当たりますけれども、うん、久々にその日本球界のピッチャーたちいろんなピッチャーたちと当たる、またそこはメジャーだったりマイナーとはちょっと違ってくる、まあ、タイミングの取り方が違うからな、うん、でいきなり上がってジャイアンツ戦でセンター前を打ったのが外国人だったでしょ左の、うん、で日本人だとちょっと差し込まれるんだよね。青木がメジャーから帰ってきた時にちょっと話を聞いたことがあってやっぱ向こうのタイミングの取り方っていうか、うん、打ちに行き方っていうのがやっぱちょっと染みついてると。だからなかなかちょっと日本人の間っていうこの投げる間っていうタイミングに入ってこないんだっていう話を聞いたことがあるんだよ。だからまあそれは感覚的にまあ戻っては来るでしょうけども、うん、なかなか今のところいきなりじゃ戻らないっていう話は聞いたことがあるんだよね、はい、だから筒香も、まあ、結果がファームで出てないっていうのはやっぱそういうところなのかもわからないよね。外国人ピッチャーに対してはまだ的として合うけれども、うん、なかなか
っていう。だからセンターもカチーンって打ったんだよ。やるじゃんと思ったら日本人出てきた、まあ、辛口ダメだったんだよね。そうか。いやだから、まあ、そこら辺のタイミングの違いと、やっぱ筒香の中で日本のレベルっていうのは上がってるっていうことも、もうやっぱ情報として持ってるだろうし、はい、でもファームでその上がってるレベルの感覚とボールが一致しないのかもわからない。まあ、まだね、うん、だから一軍に行くとその日本人のピッチャーがやっぱり良くなってる、速くなってる、いろんな特殊ボールも持ってる、うん、そのイメージが合ってくると打つかもわからない。うん、だからイメージのズレってさ、まあ、例えば森藤がピッチャーで常に150キロ投げると、はい、だから150キロにこう気持ちも体も合わせていくわけじゃない、はい、でも今日はもう130キロしか出ないっていうとイメージが合わないんだよ。あれ森藤どうしたみたいな、これいつ150キロ投げてくるんだみたいな。いやいや私今日130キロが出ないっておで本人は分かってるけどこっちは分からないわけじゃない。確かに。だからそういうズレがね生じてるのかも分からない、ね、だから一軍に行くと結構イメージがピタッとあって、うん、はまっていくかも分からない。そうなんですね、うん、という中での今日は石川投手なので。あそうだね、はい、とはね昔ね小松達夫っていうピッチャーが中日にいたんだよ、はいはい、で150キロ超えをぷんぷん投げてて、うんもうなんとかって思ったら先発に変わった途端に変化球ピッチャーかみたいなイメージが合わないんだよ。それってやっぱ体が反応しないんですか。いや小松のイメージがこっちにあるからさ。ああそっか。なんかやっぱ関東っていうか昔は先発関東型だったから、はい、みんなね、うん、で小松達夫っていうのはその時に抑えやってて、うん、でそのリリーバーから先発に戻った時に肩を壊したりとか、はい、イメージが合わないんだよ。まっすぐだって150キロ来ないんだよ、うん、140とか140ちょっととか、はい、まあ抑えては投げてるんだろうと思うけど、うん、あれこれ小松じゃないみたいな、小松じゃない俺の知ってるみたいなそうすると体がじゃあやっぱ反応しないんですね。いやイメージが作り上がっちゃってるから。そうかだから合わないっていう時もある。だからその筒香が日本に帰ってくるときピッチャーのイメージっていうのは多分してたと思うけども、うんまあ、その想像が合わなかったかもわからないしね。これが一軍になったら合うといいな。そうですよね。もし、まあ、今の状態でまだスタメンが今日発表されてないんですけれども、はい、豊さんの、まあ、希望ということも含めて、まあ、今日スタメンに出たら豊さん的には成績としては何を望みますか。まあ、とりあえず開幕してほしいな。うん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 、もうとりあえずどんなヒットでもいいからヒット打ってほしい、うんまあ、いきなりホームランっていうのはかっこよすぎるけど、はいね、空1打席目初球ホームランみたいな、まあ、やっぱ違うぜみたいな、うん、そしたらハードルが上がってきちゃうから確かじゃあもう最初は、ね、センター前ヒットでいい。あいいですね、カチーンとそのぐらいでいいから、まあ、1本ぐらい打ってほしいな。そうですね、うん、で本人もやっぱり1軍でヒットでも1本出ると少しね気持ち的にも安心するでしょうし。そうだね、まあ、DeNA もね決して楽な状況で戦ってるわけじゃないし、はい、で筒香が入ることによってこれ負けが加算でいったらさ、ね、で筒香も打てなかったらもう落ち込んでいくしかないからさ、はい、それだったらまた俺アメリカ帰るみたいに言い出したこともあるし。そうですよね、アメリカ帰るアメリカ帰ってもなる帰るところはないけどもね、はい、まあだけどやっぱこう力になれるようにね、うんまあ、例えば今日一番いいのは一歩のヒットが勝利を呼び込むような、うんはいまあ、ヒットであってほしいなというふうには願うけどね。そうですよね、うんまあ、ね DeNA ファンの皆さんはこの筒香選手の、ねはい、復帰がようやく見られるかもというところで、まあそうだね今日ねちょっと出てくるのか、そして出てきた場合どんな成績を残してくれるのかも楽しみですし、はい、もうもちろんね一軍に今日から上がるというところで豊さんとの、ね、LINE にもきっと連絡が来たことでしょうし。来ないね、来ないダメだな。今何これ、まあ、一生懸命なんだって今はね、もう必死なんだって。1本出たらきっと連絡が来ますよ。いや分からんな、分からない、会いに行こうかなと思って。もう押しかけですか。分かんなかったりしてるな、太りすぎて。誰ですか、もう誰よみたいな。あ、豊知らんの俺がだよ。あ、向こう、向こうがだよ向こうがね、あそっか、はい、じゃあちょっとそんな悲しいことにならないようにね、はい、はい